12月を詐欺グループはお金を騙し取るための絶好の書き入れ時と見ています。年末にかけて、仕事に追われて実家に帰れない息子、娘は多く、高齢の親への注意も緩慢になりがち、年末年始は何かとお金が必要になりますし、年始は銀行が休みなので、多額の現金の家に置いておく高齢者も多くなるでしょう。まさに、詐欺グループはこうしたお金を狙ってきます。 それに輪をかけるように、コロナ禍でお金に困って、借金返済などのために SNS 上の闇バイトの募集に応募する人も多くなっています。今年は例年以上に警戒しなければなりません。しかも、詐欺の手口は多様化しています。今回、最近起きた事例から、還付金詐欺からの押入り京都を、トイレ化してセットを、自宅の郵便ポストで詐欺、の3つについて、 その手口を見ていきたいと思います。一度被害に遭った人が再び、最近、気になるニュースが報道されました。11月、都内の高齢女性宅に男が押し入り、お金は一体あるんだろう、わかっている、などと刃物で脅して、7万円を奪って逃げたというのです。犯人は今月になって逮捕されています。実はこの女性宅には、 1> 約1ヶ月前に還付金詐欺の手口で電話がかかってきています。そしてキャッシュカードを騙し取られる被害に遭っていました。おそらく、差しされたカードの残高から多額の資産を持っていることを把握されていたと思われます。それが犯人の、お金があるのはわかっている、という言葉にも現れているのでしょう。カードを騙し取られても、すぐに被害に気づき、利用を停止する人がほとんどでしょう。 となると、犯人側としては全額を奪い取れないケースも少なくありません。そうなると、お金があることは分かっていますから、タンス預金などを狙いに再びかにやってくるケースがあるのです。今回の事件は、まさにそれでした。今年に入って、払いすぎた保険料を戻します。といった還付金詐欺の電話が多く、被害も多数出ていますので、 このような押入り共闘が増える可能性も否定できません。カード差しだけでなく、ATM に被害者を呼び出して、携帯電話で操作方法を指示しながら、お金を振り込ませる手口も多くあります。この場合でも、多額の残高があることが知られてしまうと、再び詐欺グループに狙われることになります。すでに被害に遭った方、未遂の方も含めて、二次被害の恐れがありますので、 高齢者を見守る家族側の対策としては、オレオレ詐欺や還付金詐欺の電話への警戒だけではなく、被害者宅周辺にも目を配る必要があります。